皆さんこんにちは、今日は本当にたくさんの、もうそれはもうたくさんの、お祝いのメッセージをくださり本当にありがとうございます。すごく嬉しく思っています。嬉しいことに、何歳かになりましたが、今年はですね、とっても大きい目標がありまして、それをお話ししたいなと思います。大きい目標と言いましても、それは小さい目標なんですけども、初心であることべからず、初心の心を忘れず、なんかそういうことを言いますよ。初心忘れべからず、まあ、とにかくその初心の時の気持ちというか、すごく小さいことを大切にしていこうっていうふうに思うんです。今はこう、この現代はとてもこう物に溢れているというか、どんどんすごい嬉しい幸せなことが当たり前になっているなっていうふうに自分で感じるのです。なんか物だけじゃなくて、例えば今日私の誕生日、お友達がたくさんメールをくれてました。応援してくれてる人がいっぱいメールをくれてました。自分の人生でそんなに、ちょっとごめんなさいね、ちょっとエリちゃんあなたブーブーうるさいんだけど、悪いけどブヒブヒ言ってるんですね、この子が。自分は結構仕事が大好きな人間なので、コロナで仕事が、こう演奏をする仕事がなくなり、なんて言うんでしょう、人前で弾くことへの喜びとか快感とか、なんかそういうものが増えていってた時期だったので、ちょうどコロナの直前まで、なのですごくこう喪失感、まあ正直な話を言いますと、まあ結構なんかあまりこう、私 SNS であまり、なんて言うんでしょうね、後ろ向きなことを言いたくないというか、言わないようにしているし、なんかちょっとかっこつけたいなって思うところがあるので言わないようにしてるところもあってるんですけど、まあ結構もうメンタル的に楽しみにしてた仕事がなくなったりとか、毎日のやりがいがこう見つけられないかったりとか、最初の時はなんかそういうのが、まあ結構メンタルがやられてたわけですよね。なんかね、いろんな人とこう話をしていたりとか、それこそそうやってさっき言ってたみたいにニュースを見たりとか、なんかこう世の中にふとこうちゃんと目を向けたり耳を向けたりすると、なんかあれ、私は全然不幸せじゃなかったなって思ったんです。なんか世の中にはやりがいとかそういうものだけじゃなくて、例えば職を本当に失ってしまっている人も いるし、そうやって実際に私よりも大変な方がたくさんいたんですよね。でその時に私すごくなんか、あ、自分はなんて甘えていたんだろうってすごく反省しました。別に何かこう家賃とかはなんて言うんですか、そういうどっかお店を経営してるとかじゃないので、そういうなんかなくなっていってるものはない。自分はそういう面でもあれ、もっとやれることがあるのに、私はすごく小さなことで、すごく視野の狭い中で、私は今こんな状況だ、悲しいっていう風になっていたってことにとっても反省しました。私はね、本当に口が下手なのでうまく言えないんですけど、とにかく反省しました。それに自分がいろんなことに慣れているなっていうのもすごくたくさん感じるわけでございます。家族がいて、友達がいて、ふと思い出すと、あれ、私ってその人たちにみんなに優しくできてるのかなとか、心がもっと広くならないとなって、なりたいなって思うんです。そう、やっぱりこう
外の空気が、空気っていいですよね。人間そうか、あのそうじゃなくて、なんていうの、換気って必要ですよね。私ね、ああいうショッピングモールとか大好きなんですけど、ショッピングモールもやっぱ長時間いると頭痛くなるじゃないですか。あの換気のない感じ、外が見えない感じ、あれって結構こう、なんかマスクって結構そうですよね。しっかりこうなんかされちゃってるみたいな感じがするですよね。そうなの。だからね、今頭が痛いんですよ。頭が痛いの。すっきりする、こうやって話すと。溜まってきますよね、話さないと、いろいろと。私ね、そうやってね、話すついでに話すとね、最近この髪型が嫌いなの。なんでかっていうと、ちょっとこう擦れて見えるから。もうちょっとこう品のある上品な感じにしたいんですよ。切ろっかなって、こんな感じとか。どう思いますか、これぐらいに切っちゃうの。どう思う、これでちょっと黒にしようかなって。黒と黒、黒黒はしない、濃いめの茶色とか、逆にこうして金髪にしちゃうとか。はい、そんな感じでいろいろ溜まってるものがありまして、皆様にお話ししたいなと思いました。早く元のね、生活に戻ればいいなって思いますけど、なかなかそうはいきませんね。でね、私がね企画しているその、コロナ収束記念パーティーも開きたいな、いつ開けるんだろうって毎日のように考えてるんですけど、迷いますよね。みんなでイエーイってやりたいのにやれないのかなとか、それを待つのか、そうやってできる時を待つのか、ものすごい少ない人数で、なんかこうイエーイってやっていくのか、こまごまと何日間かに分けて。 CD を買ってくださった方が結構何名様、100いってるかも。でもそうすると、そうなるとあれなんですよね、何回かに分けるにしてもちょっと大変じゃないですか。なんかそういうのも考えると、まだちょっとこういつやりますとかっていう風にできなくて、まだまだこれに関しては誰もこう正解がないというか、どうしたらいいっていう正解がないと思うんですけど、まあ第2波が起こらないようにっていうのをまず第一に考えて、どういう風にやってったら安全かなともう少し考えて、皆様に結論を出してお話ししたいと思います。その時までもうちょっと待っててください。すいません、ありがとうございます、いつも。はい、ということで今日のお話はこちらにまでなりました。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。ですね、なんかね、あれなの、インスタグラムの私の統計アナリティクスかなを見てみるとこんな感じになってるんですよ。ね、女性がね6割見てくださってるので、ね、男性は3割だったんですけど、へーって感じだったんですけど、ね、見てくださってる方はね、私と同い年ぐらいの方かな、がこう見てくださってる方で、あ、嬉しいなって思いました。意外と若い方が見てくださってるのはね、すごい嬉しかった。若い人にもクラシックをたくさん聴いてほしいし、いい曲いっぱいあるよっていう風に知らせたかったので、知らせていきたいので、とても嬉しいです。で、いつもね、だいたいね、半分ぐらいの人が登録してくれてないっていうのかな、なんか出るんですよ、登録してくれてる人が見てるのと見てない、あの登録してないぐらいあったので、登録してくれたら、まあ、嬉しいかなって思いました。なんか、あ、こんだけ見てくれてるぜってちょっとこう気持ちが嬉しくなるじゃないですか。だからもしよかったら登録してくださいませ。ありがとうございました。それではまたと次の動画で、お会いいたしましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回私がですね、ちょっとナーバスな発言というか、ちょっとそういうお話をしてみたのも、ちょっと自分の弱い一面っていうんですかをこう見せたっていうか、そのちょっと出してしまったのは理由があって、自分がこう、なんかあまりこう環境に慣れない時に、結構皆さんも SNS で全然ナーバスなこととかを全然言ってなくて、あ、自分は全然ダメだなっていう風に、皆さんはもっと頑張ってるのにって思ったんですね。だから大きなことは言いませんけど、
この動画を見てる人がこの状況で辛いのは自分だけじゃないんだなって、なんかちょっとこうそういう人のなんて言うんでしょう、共感したいっていうか、こうすごいなって思わせる人の投稿を見るのももちろんやる気が出るけど、自分の気持ちとこう寄り添ったものを見るとちょっとこう元気が出るというか、あ、自分だけじゃないんだなっていう風に安心してもらえたらっていうか、一緒に安心したいなと思いました。一緒に頑張るときは頑張って、何もできないときはそれなりのなんか頑張りというかを一緒にやっていけたらいいなと思ったのでした。はい、今日はここまでといたします。可愛い2人の動画を見て癒されてください。それではまた動画でお会いしましょう。